J リーグ史上最高齢の54歳で J1 リーグでプレーした経験を持つキングカズこと三浦知良。ワールドカップの地区予選では27ゴールを通算で決めており、日本代表のワールドカップ初出場に貢献したものの、本大会への出場は叶いませんでした。今回はそんな現在でも現役を続ける三浦知良について周りからの評価をまとめました。ポルトガル2部のオリベイレンセに所属する三浦は、リーグ最終節となったレイションイス戦に途中出場。後半19分からピッチに立ち、リーグの最年長出場記録を更新しています。この試合でキャプテンマークを巻いてプレーした三浦は、4対3と打ち合いで勝利した一戦で無得点ながらマンオブザマッチを受賞。これに対し相手チームの指揮官であるマルティンス監督は、7ゴールあった試合でどうして三浦にマンオブザマッチを授与するのか理解できない。彼に賞を与えるのは侮辱的だと思う。ここがサーカスになってしまう。と不満をあらわにしています。物議を醸したマンオブザマッチについて三浦は帰国後内情を明かしており、マンオブザマッチに関してはあんまり気分のいいものじゃなかった。僕自身は断ったんですけど、チームの広報から、セレモニーに行かないと罰金を取られると言われてしまったので仕方なく行ったと明かしています。元日本代表の田中マルクス・トゥーリオはポルトガルへ移籍した三浦について言及。さすがカズさん、やることが違う。カズさん、日本から出てほしくない。ずっと日本にいて好きな場所に移籍してくれた方が嬉しい。あまり日本から離れてほしくない。カズさんを見に行くだけで自分のサッカー運が上がるんじゃないかって、それくらいのことを思うんですよ。俺もカズさんと初めて会った時、なんかサッカー運が上がるんじゃないかって思った。ただ海外では期待感が違うので、いくらカズさんでも結果を出さないとちょっと厳しい。ぜひポルトガルでもカズダンスを見せてほしいと三浦に対しエールを送っています。電撃的だったポルトガル移籍について、元日本代表の城慎二は自身の YouTube チャンネルで見解を述べています。見ているところが違うよね。普通じゃ選ばない道だよ。選ばない道をあえて選ぶっていうのはちょっとやっぱり頭おかしいよね。自分の進む道はこうだと、だったらもうこれやるぞでやりきる、それがカズさんのすごいところなんじゃない。だけどあえてそこを選択するっていうのは男っていうかバカだなと思うよね。だけどそれがキングカズかなって気がする。いくつまでやんのかって話で、多分60まではやるだろうねと三浦の凄みについて語っています。バロンドール受賞歴のあるレアルマドリード所属のルカ・モドリッチは、昨年のチャンピオンズリーグ決勝リバプール戦を前に、リバプールとマドリーの両チームでプレーした元イングランド代表スティーブ・マクマナマンに、いつまでプレーするのと問われ、わからないよ、50歳、日本の三浦みたいにねと話し、世界的な名手も三浦を目標としているようです。イタリアメディアのミヌーティ・ディ・レクペロは、56歳でカズがプレーを続けられる秘訣は何かと報じています。彼はほとんど怪我をせず、フィットネスに関する節制で知られる。だが、フィジカル状態に加え、三浦のとても長いキャリアには別の理由がある。人気だ。1998年のワールドカップ直前、三浦は日本代表から外され、スーパースターという地位に加えて共感を呼んだ。ただ、それ以上に重要なのは、彼がシンプルにいい人として知られていることだ。彼はあらゆる人からピッチ上の紳士とみなされ慕われている。日本において上下関係は信じられないほどに重要ということもあるが、彼ほどの貢献であれば実質的に望む限り契約できると三浦について分析しています。イギリスメディアのデイリーエクスプレスは、往年の名プレイヤーと比較しながら三浦を称賛しています。キングカズこと知良三浦は55歳にして新たなクラブに加入し、衰えを感じさせない。カズの言うように60歳までプレーを続けた場合、ギグスは自身の963試合に出場した功績が最終的に奪われるのを見るかもしれない。だがこの筋金入りのサッカー選手がギグスの記録を破ったとしても、誰もカズを恨むことはないかもしれない。40代で現役を続けたサッカー選手といえば、
ハビエル・ザネッティ、ジャンルイジ・ブッフォン、ライアン・ギグスなどが思い浮かぶだろう。しかし、日本人ストライカー三浦の55歳の驚くべきフィットネスレベルは彼らとは比較にならないほどだ。と、三浦について分析しています。称賛の声も多い中、日本サッカー界のご意見番であるセルジオ・エチゴは三浦の現状について厳しく指摘しています。セルジオ・エチゴは54歳で横浜 FC でプレーする三浦に対し、自身の YouTube チャンネルで、カズよ、裸の王様になるな、と題した動画をアップ。その中で、サントス FC やコリチーバ FC でやって、日本人の一つの旗になった。J リーグ発足時のヴェルディ川崎でも活躍して引っ張った。ブラジルはもちろん、国内でもカズダンスとか話題を作った。みんなよりも目立つというプロフェッショナリズムはプレーだけではない。MVP に選ばれた時、真っ赤なスーツで来たよね。スーパースターの感覚を持っている。意識も高い。何世代もカズという名前を覚えている。と、三浦の日本サッカー界への貢献を称賛したものの、プレイヤーとしてはもう無理。だって、1シーズンに1点も取らないフォワードって、あるいは試合数が少ない。これは責任問題じゃないですかね。雇っている方の。世界のプロはもっと厳しい。貢献しないなら、1年ごとに契約して清算されるのが世界共通。特別扱いというのは、若い選手らに、俺は頑張っても戦力外になった。カズさんはずっと続いたなって、そうならないように気をつけないといけない。カズに責任はない。いろいろ CM に出る。それでチームにお金が落ちる。それが財源になって戦力アップする。彼がいなくなったら横浜 FC は大変なことになると思う。プロの世界で今まで苦労して這い上がってきた男がこれでいいのかと、僕はちょっと個人的に思う。と、横浜 FC に対して問いかけを発信しています。今回は、現在も現役で奮闘する三浦知良についてまとめました。称賛の声、批判の声、どちらも多い中、今後どのような選択をするのか、キングカズの今後に注目したいと思います。今回紹介した以外にも知っていることがあればコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。動画がいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。